あ、いたいた。ガルルルルル。あきゃー。すげえ。力なく倒れている。元気になるものあげようか。サンドイッチ。食べれる？人間の食いもんだけど。あ、食べた。認めが合う瞬間。入ってた。お前吸わなくそこか。どうした？え、そういう移動の仕方するんだ。まあ、ええですけど。まだいる。え、案内してくれるん？あ、呼ばれた。はい、怪我してないです。よかった、本当に失敗した。私がこういうの出どころが探そうと言い出したから。今とにかく状況把握中の上まで登ってきて、近くにつぼけのままで引っ張り上げるから、はいはい。なあ。あともすいません、ご丁寧に。わあ、すごーい。私のポケモンと同じぐらい。モンスターボール。傷薬。ちょっと待ってね。あれ、取ってきた。うわ、無理。
恋愛でもあったと思ったんだけど、あった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 。元気のかけら瀕死になったポケモンも一目、ああ、お読めなかった。1まで回復してくれるみたいな感じに見えた。うわ、壊れちゃった。すごい破壊力。なんで技なんだろう。もっと近くで見たいな。なんか来てるよ。何？後ろ、後ろ。しばら、後ろ。ああ、はい、すいません。おう。わあ、囲まれた。おい、こっちに急いで。おお。やったね。すごいみんなこし、あ、し、し、き、一発だったね。あ、倒れた。力を使い果たしちゃって、疲れちゃったのかな。このポケ、元トカゲってポケモンに似てるけど、元トカゲってポケモンに似てるけど、2回同じこと言っちゃった。こんな姿見たことない。いきなり形が変わったら大丈夫かな。わかるね。てか、わかるわけないでしょ。エレが相手に謎のポケの一匹ってるじゃん。もうね、指示出してなかったの？出してないよ。真のポケモンになったわけじゃないんだ。あ、よかった。ちょっと元気出たみたい。さっきの謎の声の正体はこの子だったのかな？見れば見るほど不思議なポケモンだね。真のポケモンだったら絶対勝負させてね。なると思うか？あ、連絡先交換。ねえ、強いポケモンと戦うための技を覚える道具もあげとくよ。スピードスター。星型の光を反射して相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。一回使うとなくなるから注意しない。はい。ちょっと休憩。灯台に登って一休みだ。君どうする？あそこにいる？あ、やっぱそこにいる？オッケー。
あいつは。なんでいる？お前らに言ったんじゃない？ペッパー君。ポケモン博士、フトゥー博士の息子さん。父ちゃんは関係ねえ。このポケモンが何でいるんだよ。どうしてこの姿に。ここ昨日下であった。へたり込んじゃったけど、形が変わる前はものすごく強かったんだよ。だろうな、この姿じゃ戦えねえ。ミライドンの本能の姿は戦ってる時のフォルムだけだからな。ミライドンってこの子の名前したんで知ってんの？研究所にエレンディを鍵かけたから。君がね、その制服はうちの学校の生徒かよ。ミライドンは普通のトレーナーが扱えるポケモンじゃない。どういうポケモンなの？ミライドンの世話が務まるか俺が試してやろうか。はい。意外とやる気満々ちゃんだな。めめは気分晴らしてもらうぜ。おい、まさかポケモンバトルで。ペッパーくんやめてもろうていい？マジでペッパーくんやめてもろうていい？いきなりポケモントレーナーで嫌なやつのこと思い出して落とし前つけてもらうぜ。噛みつこ。いた。あ、みつこ。いた。噛みつくわ。ほら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 。ひるんで、もう死ぬぜ、死ぬぜ。リスなんかでうちのニャオファに勝てると思うなよ。ペッパーくんごときが私に勝てると思うなよ。ナイスファイト。え、うちも捕まえたばかりのポケモンですけど。マジで。ミライドンのボールもらった。謎のポケ、見た目一緒やな。謎のポケモンミライドンを入れるモンスターボール、ペッパーという男性から終わった。だからなんでそんなの持ってるの。確かに。シカトしすぎじゃない？学校ちゃんと来ないよ。来てなかったんだ。おかしなやつ。やったー。でもなんか知ってそうだった。今度会ったら勝負して問い詰めてやろうね。うん、そうだ、東大上から学校見るよ。あ、はい。ちゃうねん。マイナスか。ああ、
未来でもあれなんだ。なんでそんな坊主になった？あ、ごめん、うちのせいか。せい！じゃないや。ちょっとレポート書いて、レポートを書きたいんだが、Y ボタンか。じゃ、レポートを広くして、はい。ちょっと今日は小金にしましょう。では、また次の機会によろしくお願いいたします。